立憲民民主党党派社民党の荒川国夫です先ほど同僚の石田晴美委員から平時においても国会は機能していないとの指摘がありましたこの点について私からも最近の具体例を述べたいと思います岸田総理は今回の安保関連3文書の改定について戦後政策の大転換と繰り返し発信をしていますそれほど重大な政策判断を下したにもかかわらず 事前に国会で説明することすらなく臨時国会閉会後に閣議決定し通常国会での議論を待たずにアメリカのバイデン大統領と約束をし既成事実化してしまいましたこのプロセスについて河野洋平元自民党総裁は共同通信の記事インタビューの中で戦後日本の国柄を変えるほどの重大な政策転換なのに国民に諮ったことは一度もない と批判をしていますその上で河野氏は驚いたのは閣議決定後に国会に示し議論するかと思ったら岸田文雄首相はワシントンに飛んでバイデン大統領に報告をし米国は大変喜んでくれたと言って帰ってきたことだとも批判をしております戦後政策の大転換を決めることができるのは総理大臣や内閣ではありません日本国国憲法でははの在り方は 最終的に決める権力は主権者である国民にあります岸田政権の今回のやり方は到底民主主義国家では認められません岸田総理総裁はじめ自民党にはこのような元自民党総裁の批判にこそ聞く力を発揮し申請すべきではないでしょうかまた今回の安保関連3文書では政府が集団的自衛権の行使要件の一つとする存立危機事態の際にも敵基地の 等の攻撃が可能であるとされています日本が直接に攻撃されていなくても、政府の解釈で存立危機事態であると認定し、自衛隊が先に外国領域を攻撃することは、状況によっては反撃ではなく、国際法違反の先制攻撃に該当する可能性を否定できず、それは歴代政府の立場である専守防衛の逸脱にほかなりません。そもそもも個別自衛権ののための 敵基地攻撃能力についても問題があります憲法学者らで構成される立憲デモクラシーの会は昨年12月23日の声明で敵国が発射するミサイルが日本を攻撃するためのものか否かは発射された後にしか確定していない先制攻撃と j n のための反撃の区分は極めて不明確であり敵基地攻撃能力の保有は専守防衛という従来の 日本の防衛政策の基本理念を否定,するものと否定するものと言わざるを得ないと断じております。歴代政府の憲法的立場である専守防衛を逸脱する政策決定を国会に説明する手続きすらまず、閣議決定という形式で行うことは立憲主義そのものを否定するもので、今回の安保関連3文書は立憲主義や国民主権の観点から正当化できるものではありません。 戦後政策の大転換である以上、集団的自衛権に基づき、敵基地攻撃能力を行使する,使することの合憲性や危険性、あるいは敵基地攻撃能力で懲罰的抑止を行うことと、自衛権行使の三要件との整合性などについても、本審議会で議論すべきテーマだと考えております。森会会長幹事会でののの協議をお願いいいしたいと思います去る2月26月日の自民党の 党大会の場で岸田総理が、時代は憲法の早期改正を求めていると発信し、会見への強い意欲を示したと報じられています。言うまでもなく、総理大臣や内閣は、憲法99条の憲法尊重擁護義務を負います、臨時国会召集義務違反や、性的マイノリティへの差別発言、沖縄への過重な米軍基地押し付けなど、国民主権、基本的人権の尊重、 平和主義という憲法の三大原理すら守ってないのが現政権の実態ですこの現状にあって時の異性者が会見金を高める目的で発信することは二重に憲法尊重擁護義務を踏みにじるものだと踏みにじるものもであり言語道断であります憲法尊重擁護義務は私たち国会議員にも課されています本憲法審査会の持ち方においても目やみやたらに会見論議に 進むのではなくままず立立ち止まって立憲主義に根差した政治が行われているのか、平和憲法の理念が息づく政治が実践されているのか、じっくり議論すべきじゃないでしょうか、冒頭で述べたとおり、緊急事態における国会機能の維持よりも今、急ぐべきは、平時における国会機能の回復であります。民主主義、立憲主義に基づく正当な手続きすら、まず重大な政策決定を繰り返す政府の国会対応こそ、 今すぐ成立すべきであると強く申し上げ、私の意見とさせていただきます。まだご発言のご希望